今日の動画はいつも事務室の金庫もやる。あっちゃー、これひでえな。私がちょっと気になったのは価値観、この人の価値観は多分そのお金なんか学生やねんから本の意見ですよねってやつですね。ひろゆきさん的に言うと。準備をしてました。引っ越し業者も決まって、あとは段ボールに届いたら詰めたりするだけなので、とりあえず良かったです。で、明日は退去日の連絡と、水道業者に止めてもらったりするので、その確認と不動産に退去日の連絡と立ち会いの日時を相談してって感じです。やっぱり3月末ってすごい高くて、いろいろ見積もったんですけど、ちょっと思ったより安いところで契約できたので良かったなと思います。でもう9時で、結局勉強全然できなかったので、これからやります。Thank you.
しまってちょっとお腹が痛いので薬を飲みました。で、眠気がすごくて推しの復讐をやりたいと思います。で、気分が上がらなかったのでリップを塗りました。いつもイニスフリーのものとトリカフロッシュを使ってます。家出なのでオレンジとかコーラルを使うことが多いです。今日はこの2つを塗りました。爪も伸びてきてちょっとそろそろ変えたいんですけど、ジェルは変えるのが時間かかるのでちょっとできないでいます。ちょっと伸びすぎてて短くしたいです。今が1時ぐらいです。で、2日後に学内模試があって、それはレベルがちょっと高くて難しいので、前回の学内模試の復習と受けた外部模試の復習を2つしたいと思います。あ、ネイル変えました。めっちゃ短くした。で、入社した会社の入社前課題みたいのがあって、今勉強のやる気も起きないしお腹痛くて動けないっていうのもあるので、読んで課題作ろうと思います。